ティーチングプロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方お願いいたします。えー、内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントですね。お待ちしております。さあ、今日はアプローチ。もうスコアメイクの最後の要と言っていいぐらい、まあ。パターは確かに要な最後の最後なんですけど、 なかなか一発で入るっていうのは難しい問題なので、すべてのショットのミスをリカバリーしてくれるのは実はウェッジです。まあこれも昔よく聞いたお話なんですが、まあパターがもう一つ上手くないプロもいる。ショットがもう一つ上手くないプロもいる。ただ、ウェッジが下手なプロだけはいないっていう話もあったりしますと。まあそれぐらいスコアを作る上で、ウェッジっていうのは、まあ パターもね、下手だけど、これを外す人はほとんどいないわけで、ウェッジで寄せてしまえば別に問題なく入りますとか。ショットで、まあ、OB しない程度だけど、ちょっと打てる打てるぐらいなんだけど、グリーン外しても全部これに寄せてしまえば全部パーが取れるとか。むしろグリーン周り、ロングですね。ロングでグリーン周りまで持っていけば、あウェッジでこれに寄せればパターが下手も何もあんまり関係なくバーディーが取れちゃうとか。まあ、とりあえずアプローチっていうのはスコアの要ですと。めちゃくちゃ大事ですと。 で、今日のテーマとして、上手くなる方法としては、まあ数々微妙な変化もつけながらあるかなと思いますが、まあ今日紹介する3つ。この3つの動きをしてる人は、まずアプローチが上手くなりません。 まず自分に当てはまってないかっていうのをしっかりチェックをしていただいてもちろん修正方法や練習の仕方なんかもあのお話をしていくので最後まで見ていただいて自分をちょっと振り返ってみてくださいというかその動きに当てはまってないかチェックしてお、えー、チェックをしてみてくださいってことで早速行きましょうそれでは、まあ、まずアプローチをお見せしたいと思いますまあこういう動きですね、まあ なんとなく皆さんご存知のように、まあ体であまりヘッドをこうグニャ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 使わずに、体とクラブヘッドを同調させながら、一緒に動いてアプローチしていく。まあこういう運動ですね。もう少しちっちゃかったとしても大きかったとしても、あまりショットみたいに激しくヘッドを動かさずに、打っていくっていう形になりますと。 まあこれはなんとなく皆さん映像上イメージはできていると思います。では早速今日の本題。まず、一つ目。ハンドレイトに構えてしまっている人。です。ハンドレイト。まあ、ハンドレイトっていう言葉をご存じない方もいると思うのでそこから説明させていただくと、ハンド、もちろん手ですね。手がボールより後ろ側にあることをハンドレイトと言います。で、 逆の言葉皆さんご存知ですかねハンドファーストっていうのはボールに対して手が前に出ている状態。これがハンドファーストですね。アプローチではほぼほぼハンドレイトに構えちゃダメです。ちょっとょ超上級者の話は少し置いてますが、ハンドレイト、こっちの構え方ですね。これ。まあちょっとわかりづらかったのかもしれませんが、ボールの手前を叩いてしまってます。まあ 簡単に言うとダフったっていう形になりますと。それを嫌がってこの構えで打ってしまうと、当然次はトップっていう形になります。これはなぜかというと、地面にあるボールは必ずダウンブローって言ってこう上から下にこういうエネルギーを与えていないといけないんですが、ハンドレイトに構えるってことはもう構えの時点でこの運動の 極端にやってますけど、こっち側で構えてるということになります。こういうことですね。ってことは、これは、俗に言う、すくゆち。まあ、ボールをアッパーで捉えるよっていう構えになるんです。ちょっと大げさにやってますけど、こっち系の構えをしていると、ボールをすくいっつっていう形をするアドレスをしてしまうので、当然、ほぼほぼミスになる。で、この練習をずっと続けても、どうしても当たらないがずっと続いて、そのうち動けなくなっちゃうみたいな方がいるので、 えー、ハンドレイトに構えてないか、まず皆さん、アプローチの苦手な方、チェックしてみてください。これの改善方法はもう当然、ああ、<laughs> ボールがいっちゃった。しっかり鏡、もしくは動画を見ていただいて、ボールの位置をしっかり右にセットして、ハンドファースト、こっち側で構えるということです。 これね、自分から見ててもハンドファーストのつもりでなってない方多数いらっしゃるので、必ず鏡、もしくは動画をチェックしていただいて、手が前になってるか。これでもさっき言ったダウンブロー側ですね。こっち側で構えているという形になるので、これで練習を続けてください。ハンドレート、こっち側で構える。これ本当コース行くと多いんですよ。ハンドファーストで構えてても、急に本番でハンドレートに構えちゃう。 ボールが上がってほしいという感覚がどうしてもアッパーで打つってフィーリングになりやすいので注意してハンドファーストで常に構えて打つように練習してください。じゃあ、二つ目いきましょう。二つ目は、中心がずれてしまう。っていうことです。これは、さっきの動きにもちょっとつながる動きなんですが、まあ、多くの方が 最初、中心に対して頭を右にずらして打つっていうことを結構します。これは一個前の一つ目のハンドレイトと同じで、ボールを上に上げたいっていう感覚がすくい打ちとつながるからですね。となると、こんな動きする方かなり多いんです。中心が動いてしまう右バージョンですね、最初。こういう感じ。ちょっと大げさではありますが、今構えはせっかくこうなっているのに、 打つ瞬間に自分が右にずれるということは、ボールとの関係は、こっちにずれちゃうっていうことですね。ちょっとボールを打ちながらお見せしたいと思いますが、構えは間違ってない。さっきと違って構えは大丈夫です。この状態から自分が右にずれることによって、すくい打ちのところにボールを置いてるのと同じ結果になったりします。で、中心がずれるっていう動きにおいて、一応反対側もあるわけですね。 反対側、左に動くもしくはボールを見に行ってしまうっていう動きこれも当然ボールとの距離感が変わってしまうのでどうしてもボールに当てに行かなきゃいけないですただこれちょっといい面でもあり悪い面があるのが左ずれても手で当てれなくはない で、これで当たっちゃって、ちょっとこれでいいわってなってる方もかなり多いんです。ただ、これはもう、アドレスが関係ないとこで手で反射でこうやって打ってるので、まあ、なかなか安定した弾質、もしくは安定した打点になりにくいです。これも、なかなかピンに寄せるってレベルになれない方で多いので、左ズレも当然やめてください。アドレスの位置で打つ。上半身の位置で打つ。これ、 すごく基本的な話なんですが、やっぱりできてない方はかなり多いです。特にアプローチっていうのは、クラブヘッドの動きがちっちゃいので、ごまかすにも急がなきゃいけないので、これしてる方もアプローチ上達しない方ですごく多いですと。で、この練習の仕方については、一応実際やっているのは、スイング作りの頭が動かないっていうやつで、壁に当ててやってるんですよね。ちょっとこれはできないんですけど、 壁に頭つけていただいて、そこでひたすら体を動かす。特にアプローチだともうこれぐらいの運動でいいので、この運動をしっかり頭、影、頭を壁につけてですね、つけて繰り返してください。これものすごい大事です。頭つけて重心,が重心がずれない状態で、あとは振り幅を決めて打つ。っていうふうに練習を続けてくださいと。しっかり。 すごい単純なんですけど、本当みんなやらないんですけどね。頭つけて、右、左、右、左。ちなみにこれができちゃうと、大体のことは解決しち,ゃしちゃいますよ。ぐらいめちゃくちゃ大事なので、この練習をしてアプローチ上達してください。そして、最後、三つ目。リズムが速すぎる。これめっちゃ多いです。 これリズムがね、まあこれもね、二つ目とか一つ目の症状になるからそうなるっていうお話もあるんですけど、クラブヘッドのさっき言った同調させるっていう言葉を一つ言ってるんですけど、こういう運動なんですよね。これを中心早く動かしすぎるとどうなるか。もちろんショットだとそれで飛距離を出すっていう話にはなるんですが、こんなことになるんですよね。ちょっとやってみます。 なんとなくこれに見覚えというか体覚えというか自分のことですね。いらっしゃるんじゃないかなと思います。もうこれは早すぎますよね。こう僕の手の感覚があったとしても当てきれないぐらい。ただ、こうしてる方ってものすごくアプローチ多いです。これはもう1個2個の積み重ねだったりしますが自分の中心をしっかり安定させて打てれば あんなに急ぐ必要ないんですよね。もうパターもちょっとイップスの人はちょっと別として、パターってそんなに急いで打ちます打たないですよね。普通にっていうリズムで打つと思うんです。アプローチも一緒で、ヘッドの重みを感じながら、さっき僕はやったように、これしっかりヘッドの重さを感じながらタイミングを合わせて体のターンを使えてます。これをヘッドと同調って同じようなところに置きながら、 このリズムが取れないっていう方、めちゃくちゃ多いです。ということで、ちょっとこの修正方法には道具を使うのでお待ちください。はい。これは、ルフスクールにあるこう柔らかい練習器具です。そうです。そこを感じ取れないなら、こういう柔らかくて感じやすい道具で練習してください。これはもう間違いなくさっきの速度感で言ったら、もう打てる気がしないです。 これこそヘッドの重みを感じやすくなってますからですね別にこれロフトが立ってるもの7万円とかねそういうぐらいのロフトであの売ってるやつが多いですけどそれでいいですもちろんちょっと長いなとか思われるんだったら短く持てばいいのでこういう柔らかいシャフトの練習器具を使って体と同調させるアプローチはあまり分離させないので同調させる これでしっかりゴルフスイングというヘッドの重みを感じたリズムですね。で、速い遅いはそのリズム、ヘッドの重さを感じてるタイミングの中で多少速い遅いだけの話です。なので、しっかりこの同調させるっていうこの形を自分の体で表現できないとなかなかアプローチ上手くならないです。まあ、正確に打つこともできないので、ただ当てるだけっていう。 で、ひどくなると当たらなくなるっていう流れがものすごくやっぱ、はい、あのレッスンをねさせていただいてても多いのでしっかりこのヘッドの重さを感じる感じながら体と同調して打つ特に腰から下っていうのを正確に打てると寄せ番が取れて数字1個消せますからねかなり大きい問題になってくると思います。ということで今日の内容はこの3つアプローチがうまくならない3つの動き3つの特徴ですかね これ自分に当た、当てはまってないか、しっかりチェックをしていただいて、えー、自分の練習に活かしていただけたらなと思います。今年の冬なんかはもうアプローチ上達して来年のシーズンにまたスコア爆発して良くなるように皆さん一緒に練習をしていきましょう。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ですね。よろしくお願いいたします。